最新型の電卓が発売されたわけですよ。右に斜めっていうの分かりますよね。指に沿うように、打てるわけですよ。やっぱね、もう箱から出した瞬間に思いましたね。かっこいいなっつってね。はい、皆さんどうもこんにちは。公認会計士 YouTuber のクレです。さあ、今回はですね、皆さんが大好きな電卓の話をしようかなというふうに思いますけども、まあね、私もずっと前からですね、電卓の話をね、ずっとしてきて、で、電卓といえば、そう、カシオでございますね。カシオ電卓しかね、ありえんみたいな話をね、ずっと前からしてきました。でもこのね、カシオ電卓ですね、もう10年以上使ってますので、10年以上でも全然これ使います、現役で。はい。で、これね、本当、簿記1級とかね、公認会計試験とか、それらをですね、もう戦い抜いてきた、もう相棒、親友、戦友といってもね、過言ではないぐらいの存在なわけですよ。で、もう私もずっと前から言ってますよね、もう電卓はもうカシオじゃないとダメだろうみたいな。そんな話をね、してきたかなというふうに思いますけど、まあ、これをご覧の皆さんで、よもやですね、ってね、もうね、普段ならこれ以上言ってるんですけどね、今回ちょっとね、案件動画なわけなんで、他社製品の話は NG というわけで、ちょっと今日はこれぐらいね、しておきますけども、まあ、電卓はですね、本当にもう箇所以外ありえんっていうね、そのふうなことをね、ずっと私は言い続けてきました。で、そんな感じでね、私も本当、昔からですね、もう無料でですね、誰からも何も言われてないけど、ずっと箇所電卓がいいぞみたいな話をしてですね、本当もう箇所を新天大使館っていうぐらいの、そのふうな PR をずっとし続けてきたわけなんですけども、その回あってからですね、今回ですね、カシオさんからね、案件が来たわけでございますよ。もうやっとかって話ですよ。はい。っていう感じでね。で、何の案件かというとですね、今回ですね、カシオさんから最新型の電卓が発売されたわけですよ。で、今回ですね、その最新型の電卓のご紹介をね、皆さんにしようかなというふうに思います。じゃあもう早速ですね、カシオさんからどんな最新型の、ね、電卓が発売されたかなというとですね、こちらになります。はい、皆さんどうですか。これね、かっこいいでしょ。はい、これね、カラーがですね、最新型の電卓ね、白と黒があったわけですね。で、私まあ黒いなんでね、だからね、これ黒にしたんですけどね、黒にして正解ですね。めちゃくちゃこうね、スタイリッシュでね、かっこいいですよ。はい、白もね、結構ね、かっこよかったんですけどね、なんかマックみたいな感じでね、本当もうスタイリッシュな感じね、なんかスタバにでこれ使ってるとね、すごいね、映えそうだなみたいなそんな風なね、感じがありますけども、パッと見ね、なんかね、こう普通の電卓に見えるじゃないですか。はい、でもこれ実はですね、使いやすさにめちゃくちゃこだわって作られているようなんですね。この電卓のね、キャッチコピーがですね、人側が電卓に合わせるんじゃなくて、電卓側が人に合わせるっていうね、そういう風なキャッチコピーなわけですよ。で、これね、本当もう人間工学に基づいて、もう作られたね、もうそういうね、人間工学のもう配慮がですね、もう様々なところにもう散りばめられているっていうね、そういう風な作りになっているね。その、今日はですね、その特徴をですね、3つ皆さんにご紹介しようという風に思いますので、ぜひともね、電卓を買い替えようかなとか、電卓を買おうかなという風な方はですね、ぜひともね、ちょっと参考にしてほしいなという風に思います。それでは早速、紹介してまいりましょう。さあ、まずはですね、最新型のカシオ電卓の1番目の特徴をね、紹介しようというふうに思いますけども、この1番の特徴はですね、新構造人間工学階段キーというものを搭載しております。もうこれがね、もう最大のポイントなんですけども、まあ何のこっちゃってね、話かもしれませんけども、まあ、パッと見こうね、分かんないじゃないですか。まあ、普通の電卓見えるでしょ。でもですね、まあ、正面から見るとちょっと分かんないんですけども、実はこういうふうにですね、横にしてみるとですね、右に斜めっていうの分かりますよね。はい、これがね、もう最大の特徴なわけですよ。で、これ何って話なんですけども、まあ、右手で電卓を打つときって、右手って右にこう傾いてますよね。だからそれを考慮してですね、右に3度傾いているわけですね。これがね、新構造人間工学階段キーなわけですよ。傾けられているんだけれどもね、これね、キーは傾いてなくてですね、キーは垂直なんですよ。まあ、だからですね、まあ、本当指に沿うようにこうね、打てるわけですよ。もうずっとね、もう何でも打てるわけですよ。本当にこれね、右手で打つ分にはめちゃくちゃこう使いやすいんでね、これが本当人間工学に基づいて作られたっていうね、もう最大の特徴になっているわけです。はい、じゃあ続いて2番目の特徴をやってまいりましょう。はい、2番目の特徴はですね、キーですね、まあ、ボタンですね、ここら辺ので、キーの配列なんですけれども、僕の持っているものとね、もう若干ねちょっと違うわけですよ。まあ、例えばね、この
AC の位置とかね、あとルートの位置とかね、この辺がですね、こう若干違って、まあ変わってるぐらいですね。まあでもね、割引計算とかね、この辺の K ですね、割引計算する時の基本的な機能みたいなところはもう変わらないわけですよ。まあなので、あとはね、こう日数計算とかもね、ついているんで、まあ簿記1級とかね、会計試験でも有利にこうね、戦いを進めることができるというふうなね、作りになっています。はい、基本的なところは同じです。はい、まあそれもね、あって、この電卓特有なわけじゃないんですけどね、こっちのね、電卓も同じなんですけども、このカシオ電卓一般的な特徴なんですけれども、これね、これもちょっと横から見ていただきたいんですけれども、このボタン見えます？このボタン真ん中がくぼんでるの分かります？真ん中がくぼんでいて曲線を描いてるの分かりますね。まあだからね、こういうふうに曲線を描いているんで、ボタンを押した時に次のボタンに行く時にこうスムーズに移動することができるわけですね。まあだからね、これもカシオ電卓が打ちやすいっていうね、言われる特徴になっているわけですよね。普通のボタンはこういうふうにくぼんでいて曲線を描くんですけれども、こうね、0とか00とかね、小数点とかイコール、そこのこのボタンだけはこの、分かります？くぼんでなくて丸みなんですよ。丸みを置いてるんですよ。でこれなんでかっていう話なんですけど、これはね、0とかね、イコールを打った時に、打った時の印象を強くさせるわけですよ。あ、今イコール打ったなとか、ゼロ打ったなっていうね、印象を強くさせるんで、まあ電卓ね、計算ミスをね、こうしにくくさせるっていう風な、本当に細かい配慮がね、こうなされているわけでございますよ。で、まあ大きさなんですけどもね、大きさで見るとですね、まあ、若干ね、従来のものより、でかいかなと、僕の持っているものがね、でかいかなと、こういう風な感じですね。で、キーもね、若干ですがでかいんですよ。はい、まあ、それ含めてね、ちょっと打ちやすいっていうね、こういう風な特徴があるわけです。はい、最後3つ目の特徴ですけれども、3つ目の特徴はね、もう何といってもね、このかっこよさとですね、この持ちやすさですね。もうこれですよ。もう冒頭にもね、これね、申し上げましたけどね、やっぱね、もう箱から出した瞬間に思いましたね、かっこいいなっつってね、ちょっとテンション上がりましたね。なんか急にこう幼稚にね、感じの、ね、感想になっちゃいましたけど、やっぱね、本当見た目ってすごい大事です。やっぱカバンからこう電卓を取り出して、さあ勉強するぞと、でやっぱ電卓がかっこいいとね、やっぱテンション上がりますんで、勉強のモチベーションってアップしますよ。道具にこだわるとやっぱね、モチベーションってアップしますからね。だからね、この電卓の見た目ってすごいね、大事なわけですよ。このね、結構ね、こう見た時に、正面から見た時にね、個性的な見た目しているんですね。どういうことかというとですね、これ、形がですね、これあえてですね、左右非対称になっているわけなんですよ。はい、わかります？これ、ね、左側はね、こうね、丸みがすごい強いんですけども、右側はこうね、丸みがちょっとね、小さいわけですね。このね、個性的な見た目っていうね、ちょっとした遊び心みたいなね、その辺がやっぱね、こうかっこいいわけですね。はい、でこれなんといってもですね、これ見た目じゃなくて、このね、持ちやすさなんで、これ何が持ちやすいかっていうとですね、これ裏面見てほしいんですけども、わかります？これ波紋状にですね、こう溝がこう入っているわけですね。だからね、これすっごい持ちやすくて、触り心地がめちゃくちゃいいわけですよ。で、従来の私のね、電卓って本当に何もないですよ。はい、滑り止めがちょっとついてるぐらいですよ。ちょっと無機質っていうかね、そんな感じなんですけども、すごいこれね、ずっと持っていたくなるような、この肌触りなわけですよ。まあ、この辺もね、ちょっとね、勉強のモチベアップするかなというふうに思いますんで、でこの辺もテンション上がるみたいな、その風な工夫がされているわけですね。はい、というわけで以上、この3つの特徴を紹介してきましたけど、いかがでしたでしょうかね。ほんとね、もう使いやすくて、もうかっこいいんで、何より。これからね、私この電卓を使っていこうかなと、こういうふうに思いますけども、最後にですね、ちょっと、カシオさんに要望があります。はい。これ何かというとですね、この、これ右手専用じゃないですか。だからですね、ぜひともですね、左手専用の電卓もね、これ作ってほしいなというふうに思うわけですよ。これ右に3度傾いているから、だからもう左に3度傾いてるね、そういうことをね、してほしいなというふうに思います。これはね、もう全左手打ちユーザーが望んでいることかなというふうに思うわけですよ。やっぱりですね、カシオって、このキーの配列もそうなんですけど、左手打ちの人にすごいね、こう使いやすいっていう定評があるわけですよ。まあ、簿記とかね、会計士受験生の方々って、左手で打つっていう方がね、結構多いわけですよ。で、現にね、私も受験時代は、電卓ね、こう左打ちでしたよ。私右利きなんで、右手にペン持ってるわけじゃないですか。電卓打とうと思ったら、一旦置いて電卓打つとかね、こうペンを持って打とうと思ったら、中指しかこう使えないわけですよ。それでちょっとね、不便だなと思って、ペンはもう離さずに持っておいて、で、左手で、相手左手でこう打つってね。まあそういうふうな、まあ受験生って結構多いわけですよ。だからね、左手打ちのものをね、こう、ぜひとも作ってほしいなというふうに思うわけですよ。やっぱりね、これ、右手専用の電卓なんで、右手ユーザーにはすごい使いやすいんですけど、私ちょっとね、試しに左手で打ってみたんですけど、やっぱりですね、左手だとちょっと使いづらいです。
はい、そういうことがありますんで、だからですね、まあ、この電卓はですね、ペンを持ちながらこう中指でね、こう右打ちですという方ですとか、左利きなんで、左手でペンを持って、右で電卓打ちますっていう方、そういう方にはすごいおすすめです。ただ、今現在ですね、左手で打ってますっていう方にはちょっとね、おすすめできないかなとこういうふうに思います。あとですね、ちょっと気になることとしたらですね、若干キーの音がでかいわけですよ。ちょっと聞いてもらいます。ちょっと大きいでしょ。これ私の従来の電卓なんですけど、叩いたらね、どんな音かというと、はい、同じ強さですよ。はい、やっぱこっちの方が若干ね、まあ、音が小さいわけですよ。こちらはですね、ちょっと音がでかくなっているっていう感じなので、あの音がでかいとね、まあ、勉強してるって感じがあるんで、まあ、テンションが上がるってね、そういうこともありますけど、そして、皆さんが気になるお値段でございますけども、こちらなんとカシオオンライン価格で14,500円になってます。はい、というかね、どうでしょうかね。まあ、電卓に詳しくない方からするとですね、ちょっと高くないってね、そういうふうに思われるかもしれませんけども、まあね、いい電卓ってこの辺の価格帯ですよ。で、私のね、この従来のこの電卓ですね、これもう10年前に専門学校で買ったかな。まあ、それ8000円ぐらいだったかな、当時で。そのぐらい、まあ、しますんで。で、やっぱいい電卓持ってるとすごい信頼感があるし、まあ、安心できます。なんでかっていうと、ほとんど壊れることないです。耐久度がやっぱ違いますね。これは本当にね、実績としてですね、これ10年以上使ってますからね、10年以上壊れたこと1回もないです。だから、そういう電卓持っていくと、本試験の時持っていって壊れたら嫌でしょ。頑丈なものをこう、ね、持っておくって、一台持っておくっていうのは、非常に、ね、このね、受験生にとってはもう必須のことかなというふうに思いますんで、まあ、なるべくですね、一台はいいものを持っておくっていうことを私はお勧めしております。はい、というわけでございまして、右手打ちユーザーにとってはかなりね、おすすめの電卓になっているかなというふうに思います。で、やっぱりね、電卓って、まあ、簿記とか会計士受験生にとってはもう一番のこうね、戦友になるような、もうパートナーになるようなものでございますんで、必ずですね、自分が気に入ったものを選んで持つようにして使ってほしいなというふうに思います。本当ね、もう私もそうですけどね、もういろんな試験とかね、こうね、受験勉強とかね、こうくぐり抜けてくればですね、もうこのこいつらがですね、本当もう戦友になりますからね、まあ、その候補としてですね、まあ、ちょっとね、こちらをね、考えてみてほしいなというふうに思います。概要欄にね、リンク貼っておきましたので、ちょっと気になるなっていう方はぜひね、見に行ってほしいなというふうに思います。それでは、良い電卓ライフを送りましょう。またね。